城。江戸時代には、佐抜藩の藩長が置かれた。佐抜城は、マリアツ氏によって築かれた平山城。古文書から永昇年間から天文6年にかけて、マリアツ前薫が城主を務め、加藤氏が城代を務めたと推測されている。加藤氏は、鎌倉王蔵氏に登場する、武田信長の家臣、加藤入道、曽与義元の末裔と推定され、マリアツ氏の没落後も、 佐ヌキの有力者として、時々の支配者に従った。天文6年以降のある時期に、安保里見氏の支配下に入ると、里見義弘がより、久る理城と共に、マリアツ氏及び後北条氏への最前線として、重要な役割を果たした。里見氏安保遺法以降も、城郭として維持され、17世紀末から18世紀初頭の一時期を除き、明治維新まで維持された。 佐ヌの地は、今の鶴峰八幡神社付近と推定される、八幡浦と称する港町があり、江戸内海を挟んで、三浦半島と直接向かい合っていた。さらに、地形の関係で、内房方面を南北を貫く複数の街道が、必ず合流する場所であるとともに、佐ヌから、神の寺、清澄寺、誕生寺を経由して、外房方面に至る山道が走っており、 古くから産経舎に用いられていた。そのため、早くから市場や宿場町が形成されて、経済、交通の中心地となっており、海の国から鎌倉を経て、数佐に進出した武田氏によって同地に城が築かれて、後に里見、北条領主の工房の舞台になったと考えられている。北上川と染川により解析された二つの谷に挟まれた、 丘陵端に示示する。上域の東には、ジンバ、ジンバ谷と呼ばれる谷が深く入り込んでおり、西側の上域と背後の丘陵を分断している。また、上域内部にも、黒部谷をはじめとする谷が入り込み、四角部の位置する尾根退屈化を除き多くは痩せ尾根となっている。各は、上山の本丸から南西に向けて二の丸及び、 三の丸が配置されており、佐野木城の主角部を成している。本丸の背後にはさらに、三女国から上宿にかけて、尾根筋に角が連なり、黒部谷を隔てて、上域南東端の北新宿付近にも角が設けられている。三の丸から本丸に至る主角部には、本丸古港をはじめとして、倉台、古港空堀、土塁等が効果的に配置されており、 里見市日本以降改修されたものと考えられるが、黒ベタに及び城野道を取り巻く各軍には、おね状に削り残し土塁を伴う作兵地を設ける、里見市流追記術の特徴が見られる。山上の遺構はよく残り、空堀、石垣、土塁、井戸等が王子の姿を止めている。空堀のいくつかには、里見市流追記術の特徴を示す岩盤を削った、切り岸が見られ、また、 三の丸ラ台をはじめとして、カズサ国には珍しい石積み以降が残るのも、本庄の特徴である。ABC 滝川交渉、戦国期のカズサ国サヌキに関する位置考察化とし、サヌキ上も検討を中心に、マイナス ISBN978 から4から866029818滝川交渉は、この頃まで、サヌキは、 ご北上氏今リア氏の勢力圏にあったものの、川越城の攻防で、暴走のご法上勢力が一時的に交代したのを、機に、里見氏が進出したと見る。ありがとうございます。